本日はですね、お土産で買ってきましたベトナムのコーヒー、ミルクコーヒーみたいな感じですよね。これを自分で、飲んでいきたいと思います。で、感想をですね、述べたいと思います。はい、まず1個あげますと、まあ、こんな感じの袋が入っています。これは粉状だと思いますので、とりあえず開けちゃいますね。これを開けますと。はい、まあ、こんな感じで半分開けて。で、まあ、容器こんな感じですね。もうちょっと開けたいけど。あ、もう本当こういう感じの中身ですね。粉状が入ってる感じです。はい、じゃあこの中にバッと入れちゃいます。はい、もう本当粉状のこんな感じですね。はい、これをちょっとお湯で溶かして、飲んでみたいと思います。一旦切ります。98度のお湯で、どんどん入れていきます。はい、このままいいよ。はい、以上ですと。こちらが今入れたての、コーヒーになります。このコーヒーが、これ入れるとこうなっちゃいますと。見た感じもミルクコーヒーって感じですね。で、巻き混ぜて、よくよくかき混ぜて、これはもう98度のお湯 で、で入れて、こんだけ入れた、こんな感じで乗りますが、すごい、うん。コーヒー牛乳っていうかミルクコーヒーといったちょっと甘い感じのコーヒーですね、完璧に。はい、じゃあちょっといただきます。うん、あ、これは美味しいですね。うん、まあインドのチャイじゃなくて本当日本人にあったあのミルクコーヒー、ミルクコーヒーって言っていいのかコーヒーなんですけど、甘い、ちょっと甘い、甘くはないか、飲みやすいですね。すごく飲みやすい。美味しいですね、本当に。うん。もっと甘いものを想像してましたけど、全然美味しいですね。はい。ということでですね、まだお土産こちら、あと、30何個かあるはずなので、はい。こちら、もしよろしければ、こちらの方お待ちして、お渡ししておりますので、先着順でお渡ししておりますので、なるべくお早めのご来の方お待ちしております。はい。じゃあ、今週も、生態屋さんへしっかりやっておりますので、ご来の方お待ちしております。またですね、こちらのご予約に書いてないですけど、6月の30日は、南知多の、海風さんの方へ行きます。29日の、夜からですね、出発して、30日は、南仏海風さんの方で取材を行い、7月の1日は、お昼ぐらいから、営業する感じになりますので、はい、そのような予定でおりますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、本日もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。